皆さんこんにちは、ビストラドです。よろしくお願いします。今日はね、ガンセ君にドッキリを仕掛けようのコーナー。はい、ということでね、たまにやってる岩石ロックに、ドッキリを仕掛ける企画なんですけども、で今日はね、ちょっとね、いいものを見つけたんで、それでちょっとドッキリを仕掛けていこうかなと思うんですけど、見つけたのがね、これなんです。ラー油ビーズ、わかります？イクラそっくりなんです。これをイクラと入れ替えたお寿司を岩石くんに食べさせて、どんなリアクションをするかっていうのを見てみたいと思います。まず加工していくわけなんですけども、加工に使うのがこのイクラの寿司。見てください、さっきのラー油ビーズとほとんど一緒でしょ。これ、ここのイクラの部分をラー油に今から入れ替えていきたいと思います。匂いは完全にラー油ですね。この匂いがすると、嗅がれるとひょっとしたら気づかれるかもしれないです。でも見てください、これ完全にイクラでしょ。これ、これをこの土台にのしてしまえば、見てください、どう見てもイクラじゃないですか。これどう見てもイクラ寿司で、これをここに戻して蓋をして気づかないと思うんで、そのまま食べさせてリアクションを見たいと思います。この前な、ちょっと準備しようか。ああ、先に飯食おう。プリン買いに行ったら握りが売ってたから、これでプリン見てみかんぜ。これを10個分かる。まあ、ささっとさっとする。安かった、700円。もっと安いな。醤油いる？わさび使う？ついてるやつ使う？いいの？いや、いらんにやったらもらおう。マグロ全部中トロやん。中トロ入り、入りな。めっちゃつけへん、絶対足りへん。寿司のネタ何が一番好き？イカかな。意外や、肉厚なやつがいいな。これいくら食べた？いくらやった？なんか人工いくらみたいな。違和感なかった？でも違和感はあった。あ、でもおーっていう感じもない。おーっていうほどではない。人工いくらなんかなと思ってこう見た。あ、見てない見てない、遊べないな。はい、ドッキリ成功。あ、またか。え、そんなレベルの、今のリアクション芸人やったらもう仕事こされるよ。俺リアクション薄いタイプやから基本的に。これなんですよ。ラー油。そう、ラー油か。で、なんか油っぽかったんか。もうカメラ回ってたんですけど。おい。そんなレベル？まあいくら言うてみ、まあ言うなれば。ああ。いや、俺なんか食ってうえっとか、おい何やこれって言うと思った。俺、知らんうちに食べ終わってたもん。俺がネット見てた時に削ってパッと見たらないからさ。なんか、油っぽい味やったなって思っただけ。あー、俺、イクラめっちゃ食べたいけど。ガンセ君、ここちょっと食べてみて。いや、まあこれと比べればだいぶ油感あったよ。そんなでもスルーする？なんか言えよ。マジか。おお。じゃあ何、このラー油ビーズのイクラがそう回転寿司と並んでても食べて、まあ、人工かぐらいにしか思わない。なんかすげえ油っぽい、なんか安い人工のやつかなと思う。つけたような、防腐したようなやつしか思わないじゃん。
ガーゼ壊れてもっと舌磨いた方がいいで。ん はい、ということで、ドッキリイクラをやってみたんですけど、はい、リアクションが全くなかった成功なのか失敗なのかは、視聴者さんにお任せいたします。はい、この動画面白かった、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。本日の番組で失礼します。ありがとうございました。ます。マジか。